ハロイチューブ、えー、と令和2年、令和2年、1月22日、朝方で、えっ、ー、と、イチロー選手について <laughs>、ちょっと話したいと思います。で、うーんと、まあ、1994年に、僕あの、草野球を始めまして、 いや野球を見たらもう、見始めたのも9 19、1994年なんですよね。で、94年で小学校4年生だったんですよ。で、95年で中1みたいな感じで、中学、高校、大学ぐらいまでもうほんと野球見まくってた感じで、で、うんと、やっぱり、その、一郎さん、 と、もに、うちらの世代はあったみたいな、ことだと思うんですよね。その、プロアーマー問わず。で、やっぱ、その、やっぱ、うち、イチロー選手がトップで、で、だからあの時代って、うんと、こう、他の選手も、すごいつぶそ、つぶどおりの選手ばっかりだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。 だからその、あっと、他の選手が、その圧倒的な、うんと、実力とか、結果を残したところで、その、イチロー選手がもう、うんとずば抜けて、すべてにおいて、うん、だったから、実力もそうだし、成績もそうだし、もう、総攻守揃って、で、もう、だから、 そうっすよね。バッティングだけじゃなくて、守備、肩、走塁、盗塁、長打も打てるし、みたいな。で、打率3割、平均3割4分、八3割8分とか。って感じで、もう、だから、あの時代って、だからその、イチロー選手が、うんと、一つこう、引き上げて、引き上げた時代なんじゃないかなっていうふうに思って、 で、<laughs> その、今で言うと、その、堀江さん、堀江卓海さんがいて、で、僕は、その、勝手に、いろいろ、メールマガとか、ツイッターとか、本とか、えー、っと、まあ、フォローさせていただいて、で、いろんな <laughs>、その、ことを知るきっかけになったりとか、その興味とか、 見識がどんどんん深まっていく出るっていう感じなのはその、堀江さんのおかげで、でも、その、なんていうんですかね、世間一般、うん、まあでも分かんないですけど、でもそ,のその情報収集とか、その知ってることに関して、じゃあ、堀江さんが、いくらその、情報のシャワー、毎日浴びろって言って、 自分がそのすごいスマホでニュースキュレーションアプリとかツイッターとかメルマガとか本とかいくら読んでもあの要はダメなんですよねダメっていうかもう堀江さんの情報収集能力が尋常じゃない桁,桁一つ違うみたいな話あの本人も言っているんですけどだからもういくらうんと頑張ったところでもう 堀江さんの情報収集が、もう一日レベルで、一桁二桁ぐらい桁が違うんで,で、いくら自分が例えば、すごいひたすら一日情報収集して、で、その、え、う、ぇ、ん、あれ、良くなってまし情報収集して、うん、頑張ったところで、もう全然、 量が違うんですよね、多分だから、そうなるとどういう、どうなるかっていうと、えっと、自分の、その、インプットをたくさん仮にしたとしても、その知識をひきらかせたりとかって、できなくなるんですよね。なんでかっていうと、堀江さんが、さらに、尋常じゃないぐらいの情報を持ってて、で、かつ、それですら、それでさえも、 さらに、その、情報収集しまくってるっていうことじゃないですか。で、なんか、決してその知、知識を、あの、ひけらかすあ、その、公開するっていう意味では言ってますけど、でも、その知識をひけらかして自慢するとか、そういうこと一切しなくて、常になんか新しいことを、なんかもう、どんどんしし、あの、あ、そうなんだ、みたいな感じで、やってる状況で、で、その、 僕のその情報よりなんか多分100倍1000倍5000倍ぐらいある堀江さんですら貪欲にその情報収集してたら僕はなんか例えばちょっといろいろ調べなんか本をめちゃくちゃ例えば読んだとしてももうなんかダメなんですよねそのなんか俺はこれだけ知ってるんだみたいな もう絶対でできないんですよ堀江さんがもう圧倒的なんで,でそれがと同じようにそのイチロー選手がそうなったんじゃないかなっていうふうに思うんですよねだからその例えばその高橋由伸選手が、うん、新人から、うん、活躍してで巨人でクリーンアップったり守備もうまくて送球も良くて。 だけど、そのイチロー選手がいたんですよね。だから、あの僕高橋の師の選手大好きで。本当に！本当にあのバッティングも綺麗だし、うんと走塁走塁じゃないや。早もあの完璧。すごい正確だし。すごい好きだったんですよね。バッティングもすごいいいし、長打もあるし。 ですでもその高橋義伸さんですら、多分、そのイチロー選手の存在があったことで、<laughs> そんなにこう、なんていうんですかね、俺はすごいぞっていうふうになら、あ、まあ、もちろんなってたと思うんですけど、他の選手よりも全然、もう上じゃないですか。だけど、なんかこう、でもイチロー選手いるからな、みたいな感じだったと思うんですよね。 多分だからそういう感じで、どんどんその基準が、一郎さんの基準がめちゃくちゃ高かったから、うんとそれよりその下の人たち、下,下っていっても,も、すごいこうあのこうプロで結果残してて、えー、と大選手ですら、やっぱこう謙虚に,にならざるを得なかったのかなっていうふうに思うんですよね。でそう いう意味でその、やっぱりその一ウさんの,その間接的に他の選手、プロの選手に与えたその影響力ってやっぱり大きいなっていうふうに思って、でもそれって、一応選手がその背中を通して、えー、与えたその影響力だと思うんですよね。口で誰か選手にこうした方がいいとか指導したとか、そういうことは多分、そんなにしなかったと思うんですよ。本当自分のう ことに集中してでその自分の,その,あのレベルをめちゃくちゃ引き上げてたことに集中してたと思うんですよね。でそのまあだやっぱその一郎さんの始めた時から新生、えー、彗星のごとく現れて入賞して。 っていう時から、そのやっぱ引退する時まで、やっぱずっと同じ時代を一緒に、ま途、あ、中まで野球、僕も高校までやってて、でもちろん、その一郎選手に憧れて、で、うーんと、まあの、小学校の時右打ちだったんですよね。で、小学校の時右打ちだったんですけど、中1からっと左の練習したんですよ。なんでかというと一郎 選手に憧れてたからで僕も同じようにこう左打ちで綺麗なヒットを打ちたいっていうふうに思ってたんですよね、綺麗な流し打ちとかにすごい憧れて、左打ちにしたんですよ。で、うんまあ、守備も外野だったんで、守備も好き,だ好きでしたし、で、で多分そのうんアマチュアの選手で,で、ね、やっぱイチロー選手に憧れた人って、もう僕たちの世代でめちゃくちゃたくさんいたと思うんですよね。 うん、そう普通にもうかっこよかったしスタイルもいいしすべてにおいて、ね、圧倒的で,で、えーとまあ、そ,それをずっとこう同じ,じその時代で見,見れた、まあ、ずっと同じ試合,あの試合見てたってわけじゃないですけどで まあその落合さんは見たかったなとうう思うんですよね。落合さんと榎本喜八さんはうん過去の選手でその一郎選手みたいにその現役の状態でえとずっと見てたかったなとうう思うんですよね。落合博道さんとえ榎本喜八さんで、うんとでそのうんと、まあ一郎選手、すごい。 マイトニュースとかで見ててでスポーツニュースとかも欠かさず、うん、NHK とか夜のなんかスポルトとかあの東,東京テレビのなんか、うん、11時ぐらいにやってるやつとか4チャンネル8チャンネルとか全部あるじゃないですか11時ぐらいからスポーツ番組になってでもう各 テレビ全部見ててみたいな感じで,でもずっとフォローしてるでえのー、で中学校の時にあの西武戦見に行った時にオリックス対西武戦で,でライト側のうと内野席なんですけど内野席の、えー、っとポールライト線のポールの目の前ぐらいに、えー、っと席のポールの目の前 一番前の席に、席だったんですね、たまたま。で、友達、同級生と3人か4人ぐらい、4人かなって行って、中1の時なんですけど、で、うんと、まあ、もちろん、その、イチロー選手が、えー、っと、ライトで、うんと出てて、で、もちろん、ヒット打ってて、でまだ僕、動いてるんですけど、その、多分動画とか記録残ってるんですかね、多分残ってると思うんですけど、 ええと、ライト前に、イチロー選手がヒットを打ったのを見て、ライナー製のライト前ヒットだったんですけど、ものすごい綺麗なスピンでシャーってこう、打ってて、めっちゃ綺麗だなと思ってて。で、<laughs> で <laughs> あ、中盤あたりに、あの、なんうピッチャー交代の オリックスがしてでその時に、えーまあ、投球練習間隔が、まあ、10分近く空くじゃないですかでそれでその間に、うんとまあ、ライトのイチローさんがわりと近くにいてでその僕たち一番前に座ってたんですけどそしたらその投球練習中になんかイチロー選手がこうスタ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 ,スタ って言ってそのポールの方こっちの方にあの来たんですよ。で、えと思って、で全くその僕たちこう3、4人ぐらい座ってる、そのちょうどこっち側に来て、目の前ですね。で、僕たちの4人いたところの、あの4人いて、でもう 1, 1メートルぐらいこう、まあ、 1, 1メートルもしないぐらい、こう、一番前の通路があって、網があるんですけど、その網のところに、こう、なんか、よっかかって、なんか、休憩っていうか、なんか、まあファン、ファンサービスですね、要は、来てくれて、でも、その通路越しに、僕たちの席があって、もう網越しに、えー、っと、イチさんがもうこんないて、でもう、ほんと、トルもしないぐらい。 あの,の感覚に、もう一郎さんが目の前にいて、マジかと思って、そしたらもう、あの後ろから、あの、もう子供あ、子供っていうか僕もその時中1だったんで、まあ子供、少年とかが、わーっとこう、もう、一郎さんがそこに来たから、すんごいみんな来ちゃって、で、僕たちの席の前に、その、子供とかが人がだかりになっちゃって、ん,んで、まあ、それがもう、 すごい強烈に感動したんですよね。だからもうなんかスーパースターでその人がその目の前に来てくれたっていうのはやっぱりすごいこうかん当時感動してで今もそれを思うと感動してでもうずっともう13歳ですよね13歳中1なんで。 で、今十五なんで、二十二年ぐらい経ってるんですけど、まあ鮮明に覚えてて、っていう感じで、で、まあまあいろんなこう、うんと、オリックスから、えっと、メジャー行って、えっと、なんだっけ、マリナーズで長年やって、いろんなこう、うんと、成績残して、で、えっと、で、やっぱりその、もう、 すごいこう、イチロー選手の、やっぱりこう、なんていうんですかね。やっぱりこう、すごい好きだったし、そういうのもあったし、あの、いつ引退するかわかんないんですけど、イチロー選手がまあ40なる前ぐらいとか、いつかわかんない結構前なんですけど、その、イチローさんが、その、引退するときがあったら、それいつになるかわかんなくて、 でもその、うんと、アメリカまで行って、最後の引退試合は、えー、っと見たいなっていうふうに思ったんですよね。で、それは本当に純粋に思ったことで、うん、純粋に思って、で確かにそのアメリカまで行って、まあ、その1試合だけですよね、1試合、引退試合見に行くって、結構コストかかるし、えー、まあその、まあ、アメリカもそんな1回しか行ったことないんで。 で、まあ、飛行機でも結構かかるし、あっちに行ってからいろいろお金かかったりするけど、でも、うんと、いつになるかわかんないけど、その時になったら、あの、最後は、その、引退試合を見て、なんかこう、感謝じゃないですけど、あの、なんですかね、感謝じゃないですけど、 まあ、その、引退試合に応援しに行きたいって思ったんだよね。で、それ本当に純粋に思って、純粋に、誰かにうんと言うとかじゃなかったんですけど、本当に、この,の、そこで、本当に純粋に強くこう、湧き出てきた思いで、んで、で、まあ、その結局、その結論から言うと、 うんまあ、あのー、去年、去年、イチローさん引退、去年か一昨年か、引退して、で、最後に、その、結局、東京ドームに、えー、開幕戦、東京ドームで、で、それで一緒に、その、開幕戦に帯同するっていう形で、 えー、開幕戦の前の、その、練習試合みたいなのあるんですよね。アスレチックス対、その、なんとかみたいな。イチローさんが所属しているえっとなんだっけあマイアミのチームで、で、その、直前っていうか、その、引退する前日ぐらいまで、あの、発表してなかったんですよね。イチロー選手が、その、 もうその時に引退するっていうのは全く公表されてなくて、で、僕、その、たまたま、なんだっけな、まあ、イチさんが、その、うんと、日本に凱旋するってことで、えっと、チケット買ったんですね、たまたま。で、その時はまだその引退するっていうのを言ってなくて、でオープン戦,戦だったんですけど、うんと、外野席で、なんか、なんだっけな、落馬かなんか、フリマアプリで、 うんと買ったんですよね。結構、お手頃な価格で買えて、で、えー、と2枚ペアで買って、で、うん、とあの堀江さんのサロンで誰か一緒に行く人いませんかみたいな感じで募ったら、うんと、人その、行きますみたいな感じで、で、その人と一緒に行ったんですよ。そしたら、その、えー、っと、なんだっけ、ライトスタンドの、もう一郎選手が守備してて、もう、 ライトスタンドの一番前から、8段目ぐらいの結構もう、もう一郎さんの真,真後ろで、で、うんと、割と前の方だったんですよね。だからもう,う、キャッチボールとかもすごい近かったし、あのー、もう、すごい近かったんですよ。で、えー、なんだっけな。そう。 で、打席立っているときとか、もう、イチロー選手とかの、すんごい大きな声で、あの、応援してたんですよ。イチロー、で、なんか、うん。で、なんか、なんだっけな、その時に、イチローさんが守備に着くときに、なんか、ライトスタンドの、あ、最初、ゲームの最初だったかもしれないけど、めちゃくちゃこう、みんな、こう、あの、 スタンディングオペーションで立ってみんな歓迎してたの